読売ファミリーご覧の皆様、足立敦子です。今月はお魚料理が2品と簡単なグラタン1品とお弁当のおかずにもなりますし、お酒のおつまみにもなる鶏肉料理を1品ご紹介いたします。楽しみながらゆっくりご覧ください。皆さん、酒粕は余っておりませんか？今日は酒粕を使いまして、酒粕で炊いていきます。材料ですけれども、生酒、はい、で酒粕なんですけれども、大吟醸を使っていただいてもいいですし、普通の板粕を使っていただいても結構です。お好みのものをお使いください。それから白味噌、お雑煮で白味噌余っているようでしたら、こちらでぜひお使いください。そして、薄口醤油とお酒、あとは鰹と昆布のお出汁です。で付け合わせはもう季節のものなんでもいいんですが、今日は水菜としめじを使っております。で仕上げに七味唐辛子を軽くワンポイントに使いたいと思います。はい、生鮭の方ですけども、2つに切っていきます。皮目から切りますと皮が硬いので身が崩れますので、皮を下にしてもらって、そして半分に切りやすいです。鮭粕の方ですけども、包丁で刻むか、この手でちぎっていただいて柔らかくなりやすいようにします。でここにお出汁ですね、はい、加えまして、電子レンジでちょっと温めますと鮭粕が非常に溶けやすくなります。レンジから出るとこんな感じになってます。でこれをちょっとこうクリーム状になるぐらいまで潰していただくと、お魚となじみまして使いやすいです。はい、出汁が沸いてきましたので、レンジから取り出した、酒粕とお出汁ですね、はい、これここに加えていきます。味噌と酒と薄口、これも混ぜたものです。前もってこうして混ぜといていただくとなじみが早いですね。でちょっと沸いたところに並べていきます。大体お鍋は魚が重ならない程度の大きさのお鍋を選ぶといいですね。で出汁が多いように思われますけれども、後で野菜も一緒に炊いていきますので、これぐらいの量で炊きたいと思います。はい、鮭の方ですけど、ちょっととろみがついてきました。でここの横に水菜としめじを入れていきます。